髪型別大学生あるある。その1、重すぎマッシュ。前髪が長すぎて目が見えない。顔面への自信のなさの表れ。正直誰でもちょっとかっこよく見える。3秒に1回前髪を触る、ここのナルシスト。その2、サラサラセンターパート。大学生男子のおよそ 95% がこの髪型。どうしたん、話聞こうか。悔しいが女子受け最強。声小さくてキモい。たまに恐ろしく似合ってないやつがいる。その3、ちょんまげ。バイトリーダーをしている。先輩のちょんまげに憧れてやっとギリギリできる長さになったのでやってみたが、いまいちしっくりこない。かっこいいのか面白いのかよくわからない髪型。あれ、ハゲてる。その4、ハゲかわいそう。コメント欄からフルバージョンも見てね。